図書室。ちょっと気になることがあってさ。そう、授業聞いててひらめいたことがあるんだ。それを確かめたかって。もちろん、愛さん世紀の大発見しちゃうかも。愛さんのひらめきはハズレだったみたい。この理論とつながってると思ったんだけどな。これで今作ってるプログラムに使えるいいアルゴリズム見つけたぞって思ったのに。簡単に言うと、ゴールまでの手順の方。例えば、朝目が覚めたところがスタートで、家を出るところがゴールだとすると、君の場合はどんな流れになる？うんうん、それがアルゴリズム。要は効率よくしましょうってことだね。朝の流れで言えば、教科書を揃えるのを夜のうちにやっておいたり、歩とベランダでおはようするのと、テレビを見る時間をなくしたらもっと早く家を出られるでしょ。そうだね。説明うまかった？ならよかった。すぐ調べちゃうのは昔からだな。じっとしてらんないんだよね。ひらめいたこととか気になることを調べると、そこからどんどん新しいことも知れるじゃん。自分の興味の外にあったものをついでに知るのってすごいラッキーだし面白いんだよね。やばい、早くしないとランチ食べそびれる。ちゃんと理解してる。そうだね、購買で買って食べよ。お姉ちゃん。愛ちゃん、毎日来てくれなくてもいいのに大変でしょ。いいじゃんいいじゃん、話したいこといっぱいあるんだからさ。ねえねえ聞いてよ、今日うちの部長が。ってことがあってさ、後から考えたら、愛さん音楽家の子に情報処理学科の専門的な話するなんてどうなんだろうって慌てた。でも部長さんは楽しんで聞いてくれたんでしょ。そう思う。でも残念だったわね、愛ちゃんのひらめきの通りじゃなくて。いや、授業で聞いた時はこれだって思ったんだけど、甘くないね。でもラッキーなこともあったんだよ。あら、何？あの子のモーニングルーティンを知っちゃったなんて。愛ちゃんったら、部長さんのこと本当に好きなのね。だってさ、あの子はいつも愛さんたちの味方でいてくれるんだもん。それってすっごい嬉しいよ。あ、そういえば明日じゃない？え？愛ちゃんが大好きな部長さんがいる音楽会の多学科授業体験プログラム。あ、本当だ、明日だ。早く明日にならないかな。ハロハロ。音楽家は何やるんだろう、楽しみ。
違うものかと思ったけど、こうやって分けられるんだね。うんうん、同じ進行の曲をこうやってまとめて聴かせてもらえると分かりやすいな。え？なになに？それって最高！大好きな曲を聴くのが勉強にもなるっていいね。そういうことなら振り切っちゃおう。アイさんと君との共同作業だね。ってことでアイさん作曲初体験でした。ハマっちゃいそう。いいなぁ。アイさんの曲聴いてみたい。君ってば凝りすぎじゃない？いいなぁ。歩夢も参加できればよかったのにね。小テストあったんでしょ？そうなの。次の模試も近いから外せなくて。はぁ、私も音楽科の体験プログラムしてみたかった。本当？やりたい。歩夢もハマるかもよ。二人とも好奇心の塊みたい。そうかな。みんなそんなもんじゃない？だって愛さんたちみんなスクールアイドルに興味津々だもん。知りたいことも試してみたいこともいっぱいでしょ？それは確かに。私もね。え、本当？ありがとう。どんな曲になったか楽しみ。それは絶対ないない。だって君が作ってくれる曲はいつだってアイさんにぴったりの曲だもん。てかさ、体験プログラム受けて改めて君のこと尊敬しちゃった。今日勉強したことなんて音楽のほんの触りだけで、もっともっと奥深いものだと思うんだけどさ、その奥深いところから愛さんだけじゃなくて同好会のみんなの気持ちにぴったりな曲を探り当ててくれることがどれだけすごいか改めて感じたんだ。だからその本当にありがとう。これからもずっとずっと君のこと頼りにしてる。また作曲のこといろいろ教えてね。皆さん、多学科体験プログラムはいかがでしたか？最高だったよ。しおって本当ありがとう。そこまで喜んでもらえるなんて、やった甲斐がありました。男児もそうすればよかったわ。かすみも先輩と一緒にお勉強したかったです。またこういうのやりたい。初めての試みでしたが、これからも続けてもらえるよう学園側に働きかけますね。そのためにも皆さんの体験談を詳しく教えてください。体験プログラムに参加した皆さんからのアンケートと合わせて学園案内パンフレットにもまとめたいんです。お任せください。この体験プログラムで私がどんなにスペシャルな体験をしたか、
何時間あっても語り尽くせません。そこは簡潔に的確にお願いします。ああそうですね。ええ、ありがとうございます。では、刹那さんからお願いします。情報処理学科2年の部に参加ですね。はい、私はロボットのパイロットになりました。決まったコマンドを打ち込んでロボットを動かす、で、合ってますか？そうとも言います。テクノロジーが進化して、いつか正義のロボットが生まれるのだと確信しました。その日が来たら、私はパイロットに立候補するつもりです。そのために日々自分を磨く気持ちが湧いてきました。とてもとても有意義な時間でした。ありがとうございます。自分の将来の選択肢が増えたということですね。それは本当に有意義なことです。では次は、国際交流学科1年の部に参加してくださったリナさんとカスミさん、お願いします。しずこはすごい。しずくちゃんは立派。できれば体験した感想も。お店屋さんごっこ楽しかった。海外でお買い物する練習にもなった。いつかミヤちゃんやエマさん、ランジュさんの国に行った時も安心。リナちゃんボード、ブイ！キャッ！ランジュいつでも案内するわ。私もだよ。美味しいスイーツとかチーズのお店に行こうね。約束ね。かすみさんはどうでしたか？ミヤさんに語学を習って望んだと聞きましたが。完璧なボディーランゲージでかすみんの魅力は100万倍に。言葉の壁はないって分かったから、かすみんは海外に行っても大丈夫だと思う。貴重な語学体験ができたという感じですかね。次はライフデザイン学科服飾デザインコースの体験に行ったエマさんとランジェのお話を聞かせてください。古着のリメイクをやったんだよ。スクールアイドルの衣装作りにも役立ちそうだったな。カリンってすごいのね。サイズの違う古着をぴったりに合わせていくの、びっくりしたわ。私たちの古着を使って素敵なものをいっぱい作ってもらったよね。みんなにプレゼントできてよかったわ。あの贈り物にはびっくりしました。大切にしますね。では次はアイさん。アイさんは全プログラム参加ですね。うん。じゃあまずはライフデザイン学科のフードデザインコースね。栄養素とカロリーを考えて献立を作るってやつ、パズルみたいで面白かったな。ゲーム感覚だったけど、その時作った献立で夕飯作り手伝ったりできたから、すごい役に立ってるよ。国際交流学科のはリノリーたちが言ってたことと同じ、会話って多言語でも相手と話したいって気持ちがあれば伝わるんだって分かったのが大きいな。単語や文法を覚えるのも大事だけど、やっぱハートだよね。その通り。愛先輩、いいこと言いますね。愛さんもボディーランゲージ得意だからね。あと音楽か。これは結構衝撃的だったな。スクールアイドルやってるけど、愛さんって音楽のこと全然詳しくなくてさ、今まで作ってもらった曲を聴いて、いい曲だな、上がるなって感想しかなかったんだけど、これからは理論の部分でも見ることができそう。なるほど。私も体験プログラムを受けたくなりました。
これは本当に続けたいですね。うんうん、やろうよ。あと、愛さんが思ったのは、多学科のみんなと新しく友達になれるのがとにかく最高ってこと。絶対先生たち説得してね、チアッピ。はい。皆さんのおかげで学園案内パンフレットよりいいものにできそうです。ありがとうございます。はい、頼りにさせてください。ねえねえ、一段落したってことで、久しぶりにみんなでお台場行かない？キッチンカーで季節の新作ドリンクが出てるらしいよ。いいわね、行きましょう行きましょう。仕方ないですね、ランジュ先輩ってば。こんなことではしゃいじゃうなんて、ほんと子犬ちゃんなんですから。かすみはランジュのこと可愛い子犬と思ってくれているの？ハオパーナー。え、あの、まさか宮子がいつもかすみよ子犬ちゃんっていうのは、かすみのこと可愛いと思って。かすみちゃんは可愛いもん、本当にそうかも。いや、今まで噛みついちゃってダメだったな。次は宮子のこと認めてあげよっと。りなこもそうした方がいいと思うよね。りなこ、え、ごめん、聞いてなかった。どうした？りのり。あそこ、はんぺんが。あ、ほんとだ。いつもこの時間って寝てることが多いのに珍しいね。どこ行くんだろう。あっち、はんぺんお気に入りのお昼寝の場所じゃないのに。ねえ、追いかけてみる？追跡ごっこ。追跡？いいですね、スパイものみたいです。じゃあ気づかれないようにみんな気をつけて、レッツゴー。あて、アイさんが大声出しちゃった。いかんいかん。なんだか歩き慣れてるみたいですね。まるで行く場所が決まっているみたいです。はんぺんの秘密基地でしょうか。なんだか本当に探偵みたいで楽しいね。ランジュはみんなと一緒ならそれだけで楽しいわ。あんな道に入ってった。あんな道あったっけ。この辺りよく通るけど行ったことないかも。それこそ冒険じゃん。行こう行こう。きゃー、素敵素敵。お台場にこんなところがあったんですね。私もこんなところ初めて来たよ。なんだかちょっと海外みたいだね。あ、看板見てください。ここで結婚式ができるらしいですよ。素敵ですね。記念撮影もできるみたいです。先輩、かすみんと記念写真撮りましょう。ダメ、パンペン見失っちゃう。はんぺん、ここをよく来てるみたいだね。スタッフの人に撫でられてる。あ、走り出したわよ。もしかして追跡がバレたのかしら。みんな、静かに追いかけるよ。わー、観覧車のところに来ました。
このルートで来るのは初めてです。普通あんな寄り道しませんからね。あんな草ぼうぼうのとこ通りませんもん。みんなついちゃってるね。懐かしいな。スイスでも秋に森に入るとこうやって服にいっぱい種がついちゃって、妹たちの取ってあげてたんだ。私も懐かしいです。姉のお供でよく生垣をくぐったりして葉っぱだらけになってました。カオル子はどこにでも突撃していったものね。今とそう変わりませんね。あ、本編毛づくろいしてる。舐めて種を落としてるんだね。本編やりますね。追跡させないために痕跡を消しているんですよ、きっと。本編の痕跡を消す力が上か、アイさんたちの追跡能力が上か、勝負だね。立ち止まったわね。こんなところで何をする気かしら。ゴロンしちゃったね。気持ちよさそう。いっぱい冒険したもんね、アンペン。アイさんたちも休憩しよっか。ちょうどキッチンカーも近いし。わーい、新作ドリンク。新作最高ですね。はい、たくさん歩いたので染み渡ります。お台場にあんな道があるなんて知らなかったな。はんぺんって秘密の道いっぱい知ってるんだね。はんぺんの秘密覗いちゃった。りなちゃんボードキラキラ。だとしたらはんぺんちゃんはすごく広い縄張りを持ってるんだね。はんぺんってもしかしてすごい？あれ？いなくなってる。さっきまであそこで寝てたのに。やばい、まかれた。みんなはんぺんを探せ。おお、いたいた、あそこ。まだ追いかけます？全身あるのみ、行くよ。電車乗ってるんですけど。いやー、はんぺんって天才だね。うっかり乗ってしまったようには見えませんよね。窓の外見てくつろいでるように見えるわ。乗り慣れてるのかな。そうですね、堂々としています。アンペンがパニックとかになってないならそれでいい。お、アンペンが起き上がりました。まさか乗り換えなんてしませんよね。まさか。そのまさかでしたね。電車の乗り換えもスムーズで行き慣れてる感がありますよね。はんぺん、一人でこんなに遠くまでお出かけできるなんて、りなちゃんボードじわわ。大冒険ですよ。こんなに本格的な追跡になるとは思ってもみませんでした。お、また声かけられてるよ。ぽよぽよさんって呼ばれてる。
わあ、にゃーんってお返事してる。あの人もはんぺんのお友達なんだね。あ、次はお店に入りましたよ。おやつもらってる。あのお店では白身ちゃんって呼ばれてるみたいですね。おもちゃで遊んでもらってるわ。こういう関係が広いのね。二次学でもアイドルキャットだもんね。ハンペン、すごい。学園でもみんなと仲良しなのに、大冒険で世界を広げて、お友達を作って。私、ハンペンのこと尊敬しちゃう。きっとハンペンはリナリーに似たんだよ。え？ハンペンはリナリーの誰かとつながりたいって気持ちを感じてるから、自分も同じようにしてるんじゃないかな。なんて、アイさんの想像だけどさ。アイさん、好き。キュッ。おお。ハンペンに見つかっちゃうぞ、リナリー。次はお買い物とかしちゃうんじゃないかしら。だって電車に乗れるのよ。それならお買い物だって。はんぺんはお財布を持っていませんから。じゃあこれからははんぺんの首輪にお財布をつけておくべきね。まあ確かに。今は連絡先だけ書いてあるんでしたっけ？ええ、そうです。お財布あってもいいかもしれないね。私、海外の動画でお買い物をするワンちゃんを見たことあるよ。カゴをくわえて市場に行ってね、お店の前でお座りするの。そうするとお店の人がカゴからお金を取って果物やお野菜を入れてくれるんだ。お店の人と信頼関係ができてるんだね。と、またハンペンが動き出したよ。はあ、おしゃれなカフェ。ハンペンったら、いいところを知ってるのね。今度みんなで来たいね。あれ見てください。猫とカラスの喧嘩？いえ、カラスにいじめられてるみたいですね。助けに行かないと。ちょっとだけ待って、はんぺんが近づいてってば。うん、はんぺんの目に決意を感じる。あれはお友達を助けようとしてるんだよ。じゃあちょっとだけ様子見ようか。でも何かあったらアイさんすぐカラス追い払いに行くからね。うん。ハンペン頑張れ。ハンペンちゃんならできるよ。二次学魂を見せてください、ハンペン。あ、カラスがハンペンに気づいたみたいです。ハンペン、ひるんじゃダメですよ。あなたの力を見せつけてやりなさい、ハンペン。ハンペン、やったー。カラスが逃げていきました。素晴らしい睨み合いでしたね。ハンペンちゃん、頑張ったね。あの猫ちゃんもハンペンのお友達なんですね。ハンペンにペロペロしてる。お礼を言ってるのかもね。立派だったわ、ハンペン。うん、ハンペンは私が思ってたよりずっとずっと立派。世界を広げてお友達を増やすだけじゃなくて、
大事なものを守れる一人前。もう私のお世話はいらないかも。それはどうかな、リナリン。ハンペンがこっちに気づいてるよ。え？わあ、ハンペンすごいスピード。あ、ハンペン。リナさんに抱きついてゴロゴロ言ってますね。もしかしたらハンペンちゃんも怖かったんじゃないかな。ハンペン、怖かったの？それなのに勇気を出して、偉い。偉かったね、ハンペン。よしよし。感動した。リナちゃんボード、ウルルン。ハンペンの追跡がこんな大冒険になるとは思いませんでした。アイさんが追跡ごっこに誘ってくれたからですね。アイは本当に楽しいことを見つけるのが上手なのね。ん？いやいや、アイさんはその場のテンションで動いちゃうだけだって。楽しいのはみんな一緒だからだしさ。でも、そうやってグイグイ引っ張ってくれるところ、頼もしいですよ。愛先輩についていけば、楽しいことあるんだなって思いますし。え？カスカスが褒めてくれるなんて珍しくない？嬉しいね。ありがとう、カスカス。もう、カスカスじゃなくて、カスミンです。それでどうなったの？もうみんなボロボロ。あんな草ぼうぼうなとこお台場にあったなんてびっくりだよ。みんな制服に小さな草の種がくっついちゃってさ、取り合いっこしたんだよ。そういえば私と愛ちゃんも昔そういうことあったわよね。覚えてる？え？ああ、空き地を冒険しようって言った時だよね。懐かしいな。ああいう空き地ももう全然ないもんね。お台場にはまだあるのね。私も見てみたいな。検査入院が終わったら連れて行って。うんうん、案内する。どんなとこだったか写真に撮ったから後で送るね。あ、写真といえばさ、ハンペンのすっごい写真があるの。どうなの？あのね、みんなボロボロになった後、いろいろあってハンペンが電車に乗って街に出たの。でね、待って、アイちゃん、電車に乗ったは大事件よ。そっか、その後も大事件だったからハンペンが電車に乗ったことの驚きが薄れちゃってた。ハンペン、自分で電車に乗ったんだよ。しかも慣れてるみたいで乗り換えもしてるの。乗り換え？行き先決まってるみたいでさ、着いた先ではいろんな名前で呼ばれて撫でられてたり、おやつもらってたりしてたんだ。ハンペンちゃん、もしかしてロボットキャットなのかしら。リナちゃんちのアランちゃんみたいな。お姉ちゃん、それはないって。いや、でも明確にそうとも言い切れない。どうなんだろう。ねえお姉ちゃん。あ、ごめんね愛ちゃん、消灯時間になっちゃった。あ、お話の続きまた聞かせてね。私、愛ちゃんのお話楽しみにしてるから。うん、わかった。おやすみ、お姉ちゃん。ゆっくり休んでね。はぁ、全部話しきれなかったな。いいとこで終わっちゃった。
あーん、ちょこっとの検査入院とはいえ、歯医者にとっては長いよ。結構傍若無人だったんだよ。お姉ちゃんと一緒に何か夢中になっても、アイさんだけすぐ別の新しいことに興味が移っちゃったりしてさ、それがお姉ちゃんにはできないことだったりして。うん、だといいな。姉ちゃんと一緒にはできないことがあるって分かってからは、ポンポン興味を移すスペースが落ちたんだ。いっぱい説明したいから、愛さんがもっと堪能しようって思ったら、世界の見方が変わって、そしたら世界って謎だらけだなって分かった。謎って解き明かしたくてワクワクする、楽しいの塊なんだよね。世界はそういうので溢れてるんだなと思ったよ。うん、アイさん、音楽の謎をちょっとでも解き明かしたい。コード進行のデータ本当にありがとね。皆さん見てください、このボディーランゲージどうですか。えい、忍者のからくり屋敷の隠し扉に吸い込まれていく人？高速の正義の聖剣好きではないでしょうか。二人とも違いますよ。何ですかその可愛くないの。先輩大正解。やっぱりコスミンのこと一番分かってくれるのは先輩です。あれわかるなんてすごいね。この子に隠し事はできないってことよ。何でもお見通しなんだから。別に僕は隠さなきゃいけないことなんてないもんね。チース。あ、みんな揃ってるね。アイちゃんが最後なんて珍しいね。ランニングしてから来たんですか？ううん、実はちょっと最近挑戦してたことがあってさ。アイさん、作曲してみたから君に聞いてほしいんだ。作曲？アイちゃん、作曲できるの？ちょっと言い過ぎたかも。鼻歌でメロディー考えただけだよ。
それでも曲を作れるなんてすごいよ。あ、もしかしてこの前音楽科の体験プログラムに参加したから？うん、それがきっかけ。鼻歌を録音しただけで作曲とかメロディーだなんて言えないかもだけど、うちには君もミヤチもいるし、チャレンジしてみようかなって。自分の伝えたい思いを自分で曲を作って伝えられたら楽しそうだもん。確かにそれは楽しそう。私もちょっと憧れます。まあ、とっかかりはそこが一番いいかもね。みんなどんな音楽が好き？みやこは？みやこって今までいろんな曲作ってきてるんでしょ？本当はどんな音楽が好きなの？僕はテイラー家の曲を聴いて育ってきたから、それが体に染み込んでる感じかな。好きって言うなら、姉さんが歌ってるようなカントリーミュージックが好きだよ。みんなはどう？私は映像が目に浮かぶようなものが好きです。映画のサントラやミュージカルの曲は大好きです。私はゲームのサントラよく聴いてるかも。私はドラマとか CM でよく聴く曲が好きかな。ショップに行った時にかかってた曲が気に入って、あなたに聞いたこともあるよね。あなたがそう言うならそうだね。私はダンスミュージックかしら。ダンスが映えるような曲はゾクゾクするわ。かすみんは可愛い曲。可愛いってどういうの？シャラララーンみたいな、お姫様に変身しちゃいそうな感じとか。アイさんは歩と似てるかな。子供の頃はテレビで流れてる曲に合わせて踊ったりしてた。あと替え歌が好き。男児はスクールアイドルの曲が好きよ。でも子供の頃聴いていたというならオペラとかクラシックになるのかしら。ミヤさんも言ってましたが、家族が聴いていると自然と染み付きますよね。私の場合だと両親が歌謡曲をよく聴いていたので、耳に馴染んでいるのはそういう曲になりますね。だったら私は童謡かな。家族で歌うと楽しいんだ。カナタちゃんは？カナタちゃんはもちろんヒーリングミュージックだよ。エマちゃんの子守歌もスヤピのお供に欠かせない。でもお勉強してるときはブオーってなれる曲聴いてるよ。そうかな。バラバラじゃない、みんな一緒の共通点もあるよ。うんうん、そうだね。私たち、君が作る曲が今は一番好きだもの。ね、みんな。そうね、男児も好き。お、こんなところで会うなんて奇遇。なになに、散歩？おお、そういうのも消耗品なんだね。愛さんはお姉ちゃんのお見舞い。この先に美味しいゼリー屋さんがあってね、それをお土産にしよっかなと思って。もちろんお姉ちゃん喜ぶよ。じゃあまずはゼリー屋さんに行こう。嬉しいスペシャルゲストね。うん、あなたが愛ちゃんに音楽の楽しさを教えてくれたって聞いてるわよ。うんうん。
この子、あなたのことなら何でも自慢するんだから。ちょっとお姉ちゃん本当のことでしょ、愛ちゃん。そんなことないでしょ。いや、あるのかな。もうそれはいいから。うん、大丈夫よ。今回の検査入院も悪くなかったもの。それに今日は愛ちゃんもあなたも来てくれたし、すごく元気。今日ね、愛ちゃんが来るってみんなにも話したの。そしたらすごく楽しみにしてて。いつもみたいにみんなとお話ししてくれる？え？みんなと喋っていいの？やったー！話したいこといっぱいあるんだよ。はんぺんの大冒険のことは絶対話さなきゃ。みんなびっくりするだろうな。見たなんてもんじゃないのよ。見まくったの。いつも？だって愛ちゃんのライブを見ると元気になれるんですもの。それって嬉しすぎるわ。ねえ、もしもさ、看護師さんがいいって言ったら、今からここでライブしていいかな？やったー！ライブみたいな音源じゃないけど、愛さん全力で歌うからライブさせて！もちろんよ。私、看護師さんに許可をもらいに行くのを付き合うわ。目の前で見れるのは最高だわ。アイさんもお姉ちゃんに声援もらえて最高だった。何言ってんの。前花壇の植え替えを手伝った頃かな。面白そうだったから。でもその後お姉ちゃんに泥んこになってって叱られたけどね。そんなこと聞いたの？もうそういうのは秘密にしてって言わなきゃ。もう。嬉しいけど褒めすぎだって。それに聞いて思い浮かべるんじゃなくて、本当はさ。なんでもない。なんか取り留めもないことだからさ。今の愛さんじゃいろいろ足りなさすぎて、だからこの話はおしまい。お、あそこ見て！焼き芋屋さんだ！追いかけるぞ！はん？うん。ホクホクで美味しい！そういえば、この間ライフデザイン学科の体験プログラムで献立考えた時ね、里
つまいもがかなり万能に使えたんだよね。うん、おやつじゃなくておかずとしても使えるんだなって新しい発見だった。そもそも初心者に優しい授業だったし、何よりも楽しかったからね。シオッティには感謝だよ。うん、二次学を選んでくれる子、もっと言えば情報処理学科を選んでくれる子が増えるといいな。え？一番謎が多そうだったからかな。テクノロジーってすごくない？勉強しないと原理が全然わかんない。謎の塊がすっごい便利なの。どういう秘密が詰まってるのか気になって仕方ないんだ。例えばスマホだってそうだよね。こんなちっちゃくて薄いのに、アイソンこれなしの生活考えられないもん。中に何がどう詰まってるのか、どう動くようになってるのか、ハードもソフトも謎がいっぱい。その謎を解き明かして、あーこういうことなんだって分かったらすごい気持ちいいと思わない？そういうこと。テクノロジーを勉強すれば未来を予測することだってできちゃうかも。今では考えられないようなことができるようになる可能性が詰まってるんだよ。それって愛さんが知らない楽しいこともいっぱい隠れてるってこと。だからこの学科を選んだんだ。世界？いやいや、そんな大げさな。いや、大げさじゃない。うん、大げさじゃないよ。世界作れちゃうもん。ありがとう、君の言葉で愛さん気づいた。本気でやりたいものが